愛知県碧南市に本社を構えるカガラクリエイト。最新の工作機械と検査機器を駆使し、自動車部品や産業用、医療ロボット部品などを型作りから加工、検査までを一貫して行う業界のフロントランナー企業。カガラクリエイトは1973年にカガラ木型として創業。砂型鋳造、自動車部品の木型製造を中心事業としていましたが、2006年からニーズの高まりに応じ鋳造事業を開始しました。そしてお客様のニーズに応えるべく、2015年には切削加工事業を開始。近年は高精度な検査にも注力しています。作ったら測る、測れないものは作らないを品質方針に掲げ、それぞれの部門を活かせる一貫体制だからこその高品質で高精度な製品を生み出しています。このように時代と顧客のニーズを捉えた事業展開で発展してきたカガラクリエイトは、加工が難しい大物部品に関しても、以前は鋳造品の納入までしか対応できなかったところ、今では内製し一貫生産を行っています。ではカガラクリエイトはどのようにして大物部品を含む製品の高品質な一貫生産体制を実現したのでしょうか。フロントランナー成功の鍵。木型、砂型アルミ鋳造、切削、検査の各工程を内製化しているカガラクリエイトは、全工程で高い技術を持っています。また製造と精度検査を並行かつタイムリーに実施することで効率化を図っています。しかし大物部品に関しては鋳造までで、その後の加工と検査は自社で対応できずにいました。そこで大物部品の加工を行うために、五軸加工機 DMU105 モノブロックを導入。これによって従来の設備では対応できなかった大物部品加工が可能になり、五軸加工機による工程集約も実現。加工精度も向上し、コストも低減。生産効率も上がり、納期も3分の2に短縮することができました。大物部品以外の加工には、五軸加工機 DMU50 サードジェネレーションを活用することで、段取り替え作業を低減させ、短納期を実現。また DMU50 サードジェネレーションを使用した五軸加工レッスンも開催し、近隣地域での五軸加工の普及にも貢献し、新たな機械の発見にもつなげています。このように最新鋭の五軸加工機を活用して効率的な工程設計を行うことで、素材から製品検査まで一貫した大物部品の生産体制を実現しているのです。 DMG 森製機の技術担当者と検討やテスト加工を何度も行い、工程集約に成功したことが一番の理由です。また複数の工程を1台に集約することでコストも低減でき、大物加工であっても高い精度を維持し、納期も短縮できたので、お客様にも喜んでいただいています。高精度かつニーズに合った加工機を選択できる点です。もちろんサービスも良く、零細企業に不足しがちな技術開発力に対する支援体制が充実しているのも大きな魅力です。金属加工はもちろん、鋳造、高精度な検査装置を含めた品質保証体制を生かし、各分野の技術力を今後も高めながら、検査の受託などにも取り組みたいと考えています。お客様満足を第一に考え、安心安全な製品の提供に全力を尽くすカガラクリエイト。そのために時代に合わせた創造的な発想で失敗を恐れず常に挑戦し続ける。そんなフロントランナーの挑戦はこれからも続きます。